皆さんこんにちは、証券ママです。今日は残ったカレーでカレードリアを作ります。ご飯と混ぜてトースターで焼くだけでとっても簡単にできます。ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。それでは材料です。まず温かいご飯がこれ、今日ね2人分作っていくので 240g、 1人分だいたい 120g ぐらいです。だいたい普通のご飯茶碗でしたら3分の2ぐらいでしょうか。はい、今日2人分なので 240g です。それから残ったカレーです。これ昨日作って残ったカレー、これ冷蔵庫に入れておいたんですが、これはね各家によってカレーのね残る量はちょっとまちまちだと思うので、これはもう適量でいいです。あまりにも少ないとダメですが、まあこのぐらいの量、ご飯と同じぐらいの量、もう少し多くても大丈夫です。それからピザ用チーズが、これが 60g、 1人分 30g ずつです。それから卵が2個、それからパセリのみじん切りです。なければドライパセリでもいいです。今日はねフレッシュパセリがあったので、これのみじん切りを適量用意しました。材料は以上です。はい、まずですね、このカレーはねこれ冷たいのでレンジでね温めてきます。はい、それでは今カレーをレンジで温めてきました。ご飯はねこれ温かいご飯を使ってください。冷凍ご飯とか残りのご飯でしたらチンして、両方ねカレーもご飯も温めてください。そしたらもうとっても簡単です。このご飯の中にカレーを全部入れてしまいます。はい、こんな感じによく混ざったら、グラタン皿にね、これを盛り付けていきます。グラタン皿はね、一度これ濡らしてください。さっと濡らしてください。バターを塗ってもいいんですけれどもね、今日はさっと濡らしてきました。そしたら、これをね、均等に盛り付けます。はい、こんな感じに盛り付けたらですね、今日はねこれに卵をね乗せていきたいので、卵ね別になくてもいいです。なので真ん中をね少しくぼませますね。真ん中に卵を入れる部分を少しくぼませます。そしたらねここに卵を割り入れていきます。直接やるとね失敗するといけないので、何かこういったちっちゃい容器にね割ってからやってください。もう少し広げましょうか。はい、そして卵を入れます。はい、こんな感じです。はい、卵をね割り入れたら、これにチーズを乗せていきます。はい、こんな感じにチーズを乗せたらトースターで焼いていきます。うちのトースターだとね温度なんですけれども、250度で、そうですね、これチーズが溶けて卵がねこう固まる感じまでこれ焼いていくんですけれども、もしチーズが焦げてしまうようで卵がまだ生のようでしたら、一回アルミホイルをかぶせてね、そしてから卵にある程度火が通ってからアルミホイルを外して焼いてください。じゃあとりあえずこれいい焦げ目がついて卵に火が通るまで焼いていきます。はい、こんな感じに出来上がりました。今日はね卵ちょっとこう緩めの感じで作りました。これお好みでね、卵をもう少し固くしたい場合はもう少し時間をね長めにしてください。今日はうちのトースターで250度で8分ね焼いたら、このチーズの方が焦げてしまうので、こうやってアルミホイルをかぶせていただいて、その後12分間、合計12分焼きました。8分そのままで焼いて、残りの4分はこうやってアルミホイルをかけて焼きました。そうしないとこの周りのチーズだけ先に焦げてしまうので、焦げそうでしたらかけて、卵をお好みの硬さまで火を入れてください。出来上がったのでパセリのねみじん切りを少しトッピングします。はい、これで
残ったカレーでカレードリアの出来上がりです。とってもね、美味しそうにできました。はい、それではね、出来上がったのでいただいてみたいと思いますが、これはとにかくすごく熱いのでね、ちょっとね、気をつけてくださいね。まだちょっと熱そうな感じですが、ちょっといただいてみます。はい、こんな感じに出来上がっています。少しぐらいね、こう卵が緩くても、これ余熱でね、固まるので、これお好みの卵の硬さにしてください。じゃあね、ちょっとね、いただいてみたいと思います。まだとっても熱いです。こうやってね、黄身をね、少しこうやって、こんな感じで潰してね、一緒にいただくと美味しいです。じゃあ、いただきます。ちょっと黄身を混ぜてね、まだ少し熱いですが、はい、こんな感じでいただいてみたいと思います。やはりこのカレーとチーズとね、この卵が卵でまろやかになって、とっても美味しいです。うちはね、よくこのカレーが残るといつもこうやってね、カレードリアにします。卵がね、ない時もありますが、今日はちょっと卵を乗せてみました。ぜひね、カレーが少しばかり残ったりした時はね、2日目はね、ちょっとカレーを何回も食べるのに飽きたりなんかしたら、こんな感じでね、簡単にカレードリアを作ってみてください。トースターのね、焼き加減はお好みで加減してください。とっても美味しくできました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきありがとうございました。他にもシーフードドリアやエビマカロニグラタンのレシピの動画もあるので、よろしければ概要欄に貼っておくのでご覧になってみてください。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。